どうもマルベリーです。どうもホットマンです。星のドラゴンクエスト実況やっていきましょう。行きましょう。さあということで本日2017年4月11日、今回も攻略動画ということなのでホットマンさん一言はいただかずそのまま行きたいと思いますが、はい、もうすでに詳細は詳しく見てたお知らせ内容というかね、魔剣士系の、はい、やつは全部ご紹介したので、今度はダンジョンに挑戦ということですが、はい、見た目、魔剣士の錬金のやつですね。はい、もう連携しちゃいましたよ。完璧にもう取り揃えましたね。取り揃えました。はい、でこちらがマルベリー、今回のダンジョンにね挑むにあたってのテンプレ装備の提案というのをね一応させていただければと思いますが、メタスラカムリ、道中バルザックが出てくるので会心軽減があるといいかなっていうのと、うん、あとはキングレオがショック打ってくるので炎竜時の鎧とか、まあ、ショック耐性、さらには魔剣士装束した今回の錬金のやつですね、これが活躍しそうかなと、うん、まあ、やはり用途としてはメタスラカムリとか頭でね、ハグメタカブトとかで頭で今までドルマ軽減中っていうのがあったんですけど、頭に違うもの持ってきた時に体下にドルマが欲しいって時には結構良さそうですね。まあ現地所属した。さっき錬金したやつだよね。そうですね。うん、で、盾はですね、そこまで、まあ、伝説級はまだやってないんで、今回初見プレイなんですけど、長級やる限りガードとか必要 なさそうだったので、魔剣士盾、ピサロ魔王級でゲットできる盾なんですけど、これの、うん、スキルまでドルマ軽減 20% がつくので、これも面白いかなと思います。あとはミストバーンの魔石、今回の大々のやつですね。これでドルマ軽減弱がついてますよっていうのと、うん、まあ、火力でぶっ放すでバトマスでいこうかなっていう感じですね。でスキルセットはこんな感じでございますが、まあ、ちょっと 3D フィギュア注文で詳しく見ていきます。これが今回のマーケージピサロ錬金版のデザインでございますが、まあ変わった点ちょっと注目していきたいんですけど、まずはねこの頭の鉢巻きにちょっと金っぽいねこの縁がついたちょっと待って、ああ、金縁がついた、うん、そして肌の色と一緒かと思っちゃった。多分ね耳がねこれ長くなったのかな。はいはいはい、はい、このなんていうんですかねエルフっぽい耳、やっぱこう魔剣士の位付けですもんねこの耳の長さは、うん、でこれ多分ねもともとこれもついてたような気がするけど、これがなんか強調されたのかな、まあ、ちょっともともとはなかったかもしれないですけど、まあここがちょっと変わったっぽいかなっていうのと、あとはこの首元のねこう装飾、はい、さらにはこの、体下のこの赤いふんどしの部分のねふんどしな、うん、ベルト部分とふんどしのこう装飾とか、うん、あと足のブーツのところの装飾とか、うんうん、あと腕のところとかね、こういう細かいとこディティールがこうマントのね、ディティールがあれだ、うん、繊細になったというか、そうで作り込まれたんだ、ちょっと紫のストライプが入っちゃった感じで、はいはいはい、まあ、ただこれ引きにするとほとんど変わんねえ近くで見よう、近くで見るとめっちゃこうディティールにこだわってるんですけど、でちょっとねズボンもね星錬金系だとね光って見えるんですけどね、はい、黒だからねその光ってる感もねいやいやこうふわーんふわーんってなってるんだけど、ちょっとわかんない、黒光りって感じでもないですもんねこれまあこんな感じでございますよ。で、あとチケットのやつですね、はい、で女の子版がね見た目っていうかこうアイコンは男の子の感じだったんで、女の子につけたらどうかなと思ったんですけど、女の子もほとんど変わんないですね、うん、魔族帽子とか魔族装束上下つけてみるとこんな感じです、うん、さらには荒くれですね、まあ、荒くれが一番良かったかもね今回ねこれなんか人気出そうですね、うん、これ人気出そうですね、うん、荒くれマスクボディパンツという感じでございます。翌日からいっぱい見るんだろうな、いっぱい出てきそうですね、うん、ということで、早速、伝説級行ってみましょう。さあ今回はマルチ、星の部大武道会伝説級の部にチャレンジしてきますが、あここあれだバルザック出ないんだ、失礼、メタカンブリいらないわ、超級でバルザックが出てきたんで、うん、あれでもここに出現するモンスターに出てないな、だから多分ランダムなんだろうね、だから念のため、バルザックも出てくることを想定してった方がいいかもしれないですね。まあいいでしょう、行きましょう。あとはあれかな、凍える吹雪とかあるので一応ブレス耐性は、まあ、あった方がいいかなっていう感じなので、まあ、ただ食べ物で調整すればいいかなっていう感じなんで、ショック耐性と氷ブレスさえ持っていけば、まあ、氷ブレスあとドルマとかそこら辺持っていけばいいかなっていう感じですね。今回は私は、まあ、一応伝説級ですからね、ナメプギンキンということで、
フルーツかき氷持ってきます。さあということで、食べ物テンプレはこんな感じかなと思ってます。氷ブレスがあるのと、あとはまあ闇ブレドルマ、あと休み体制、こんな感じがテンプレなのかなっていう感じですね。道具は正直回復前提で状態条件はほとんどないと思うので、まあ念のためまあこんなことしなくてもいいかなっていうぐらいですけど、回復復活系、持ってってっていう感じですね。装備は先ほど確認した通りという感じなので行ってみたいと思います。はい、出発する。伝説級ゴー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 。さあということで今回はチミオさんがね魔法戦士で、あと魔剣ラブレベル7だけど、まあとりあえずエフェクトを確認するということも、はい、踏まえですね、積んできていただいてますが、エフェクトも楽しみなところでございます。さあまずはキングレオ、この子が氷凍える吹雪とあとショック系が来るっていうことなんで、そこだけ注意したいかなってぐらいで、ここですね、凍える吹雪セットされます。ダメージはそんなに大丈夫そうですね。通常攻撃2回攻撃で60ぐらいなんで、トータルでそこまでって感じでしょう。さあ凍える吹雪が来る。でゲージ割りが今回ないのでガン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 削ってって OK ですね。でホトマさん回復だけ意識してもらって。了解です。で今ブレス耐性、氷ブレス耐性あるので、560なんでしょうかね、ダメージも、受けるダメージが。こうしていくと全然安定かなという感じでしょうね。ホトマさんもう少しリアクションしてもらっていいですか。了解です。そう、そして今マケンラフがお前のせいだぞ今。最悪やで喋りの流れ。マケンラフが発動しましたけど、あのなんとね今回ちょっともう初級とかでねすでに確認済みなんですけど、全然今回の星の武道会でマケンラブが活躍できないっていうね。ドルマがほとんどいまいちとか無効とかだから。向こう向こう向こうと最悪ですよホットマンさん。いやいやいや、でもなんかこれからどんどん活躍しますよマケンラブ。ホットマンさんなんかやりながらやってないですか。すごい喋りの反応遅いですよ。あのプレイしながらだよ。いやプレイしながらもそうですけど、うん、他の余計なことしてないですよね。してないしてないな、でもしてないしてないしてない。さあヘルバトラー、ここでね多分ランダムなんだと思いますけど、バルザックが出るパターンがあると。はいはい。でそこで痛恨があるのでそこは注意って感じですけど、まあ、ヘルバトラーも凍える吹雪なのかな。何がスキルセットされるか。今のところヘルバトラー動きなし。あ、やっぱ凍える吹雪ですね。あ、来ましたね凍える吹雪、うん。さあ魔法連山入れてギガストラッシュブシャン、いまいちデインいまいちなんだそうだ。あ、でイオナズン打ってくんだね。となるとハグカブトの方がいいのかな。まあでもダメージこんなもんか、そんなにって感じだね。チャージクラッシュでいいね、 CT 戻していく。よし、いったぞ。デインがいまいちなんでそんなにダメージは取りませんが、あ、本当だ。アークブレードを地獄スラッシュまでいけないか。スキルフィニッシュはとりあえず 25% ですが、チャージタイム入れてきます。いよいよじゃないですか。来ますね、うん、今回の山場が星の武道会ボスピサーロ登場でございます。脇を固めてるのは、脇を固めてるのはピサロナイトですね。ピサロナイトですね。大好きなピサロナイトですね。そう、ピサロナイトはね、さっきちょっと話してたんですけど、はい、ドラゴンクエストヒーローズでね、このピサロナイトでのレベル上げっていうのがあったからね、ちょっとハグメタが出てきたみたいな感覚なんですよね、うん、個人的にはね。さあ、バギークロス。ハグメタの感覚になっちゃうんですもんね。あ、しかもバギー無効だね。ピサロナイト。ご注意ください。そして、賢者とかで来ると、この静寂の弾がちょっと大変かな。お、来ましたよ。お、これでゲージ割りでまず魔剣一戦。これがね、おお、ちょっと待って待って、お、やばい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 よ、回復急げ。これがね、あーっと痛恨でオートマが落ちた。まあ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 、まあ、ちょっと静寂の弾が消え終わってから行きましょう。はい、あ、間違った、ピーオーラ自分荷上げだった、もうミスタージェジェで静寂の弾で呪文は封印されちゃうんですけど、ホットマンさんをちょっとジゴスラッシュを終わった後に戻しますね。了解です。でアークブレードとか積んで回復しながらやっていけば全然ガードもなくていいかなって感じですね、耐性さえ積んでれば。
割合話聞くとだいぶ楽に倒せるって感じなんですね。うん、まあ楽にというか対戦に特化させるとなんかこういろんな対戦に気を使わないでいいっていうところありますね、うんうん、で主を守る盾が来るのでこれでピサロナイトを落とさないとピサロにダメージが通らなくなりますが、ああそうかそうかですね。まあそれでも火力でこう突き放していく感じなんで、やばい、うん、魔界結界道具じゃないよね。あ、やっぱ幻あるんだね。ちょっとあの超級とかだとあれですね、幻受けるまでいかなかったんですけど、うん、やっぱり幻惑耐性必要ですねこれ。しかし今回は鶴さんが竜巻召喚持ってきていただいたので、なんやと、はい、なんかジゴスラもう清わったんか。とりあえずホットマンさんを戻しましょう。ただゲージ割りで死んじゃうかもしれないけど、ベホイム打っといて。オッケー。さあ回復薬使ってギガ袖で魔剣乱舞。さあアイテム打ってくるんですが、カットインエフェクトきましたね。魔剣乱舞、おー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 、回復する、俺が回復させちゃう。耐性がないとあれですね、結構ダメージ大きいですね。いやいやいや、そんななんか余裕って感じじゃ全然ないんですけど。 OK 三河市が入ったのかな今。さあチャークラ連続呪文いいね。これでスキルフィニッシュまでいったんじゃない。いいね、ホットマンがいい火力を出していった。おいしいとこ持ってきます。ブシャということでございました。だから悪戦にワンチャンこれバトマスで怒り奇跡持ってったんですけど、そこをあれですね、幻惑耐性ミニデーモンピアスとかに変えていけば、まあ耐性テンプレートを完全体にするんであれば、そんな感じかなっていう感じですね。マヌーサの対策ですね。そうですね、マヌーサ対策だけ。まあでも竜巻召喚あればそれはそれで OK っていう感じでしょうし、まあとにかくドルマに対しての耐性を高くすると頻繁にダメージを受けてもガードなしでも立ち回れるっていう感じで、うん、ただやっぱ伝説級はちょっと HP が高いのと、うん、があるので、まああのマヌサ受けちゃったりとかっていうので長引いちゃうみたいなことはありそうですけど、うん、まあそこら辺、立ち回り AI 参考にしていただいて、皆さんも伝説級チャレンジ、お困りの方がいれば、攻略資料にしていただければと思います。はい、ということで、あとは報酬か、報酬受け取りの、あら一度も死なないでホットマンさんが死んじゃった、申し訳ねどんまいです。ジムはゲットできませんでしたが、こんな感じでクエストを進めていくとね、ガンガン地図の方も進んできますね。たまりいいよね、地図もすごい。いいですね、チケットの方のたまりもいい感じなので、はいはい、皆さんもぜひ、今回の、星の武道会魔剣士編やってみていただければと思います。今回の動画はここまででございます。最後までご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。せーの、バイバイ。バイバイ。